みなさんこんにちはおにぎりくんの日本語発音教室へようこそ私はサチです日本語の発音と口語の指導をしていますこのシリーズでは小学校で習う漢字を音読み、訓読み、特別な読み方に分けて紹介します読み方ごとに 単語も覚えていきましょう。皆さんが復習しやすいようにこのシリーズの内容はホームページにも載せています単語をクリックすると音声が出ます是非ご利用ください勉強の前に少しだけ豆知識もお話ししますでは早速始めましょう皆さんは「蒸す」と「 蒸すのの意味の違いいを知っていますか蒸すか蒸とは、火にかけながら湯気や水蒸気などで加熱することで、蒸らすは、火を止めてから残った湯気や水蒸気などで加熱することです。例えば、炊飯器でご飯が炊き終わったあとは、しばらく蓋を開けず放置します。これは ご飯を蒸らしている状態です。意味の違いを覚えてくださいね。尺、尺、咳尺八尺八

短冊短冊弱若じゃにゃくにゃ若も若,若,若年若年 若干,若干老若男女老若男女般若般若,般若 若い若者若者もしくはもしくはじ 樹木樹木樹立樹立収、お収益収益 収穫収穫収まる収まる収める収める、収めるそう 宗教宗教祖宗祖つ、就職 就,職就寝就寝成就成就つくつく つける。う週。講しゅうしゅ 従業員。 従業員従来従来合唱合唱商用 障用<笑容>従う従う従える従えるいとこ 十盾獣王獣王操縦操縦。操縦

縮小縮む縮む縮まる縮まる縮める縮める ちじれるちじらすちらすちりめんちりめん 熟、う成熟成熟熟睡熟睡売れる売れる 純純粋純粋単純単純処、処理 処理。対処対処。どこどこ所 署名署名消防署消防署署、書説。 諸,説諸君諸君除地除除外除外 削除削除掃除掃除のぞくのぞく,く消 将来将来首相首相おかみおかみ傷 損傷,損傷重傷重傷重傷傷傷 傷口傷口、痛む痛む痛める痛める。痛める やけど傷・さわ。保証保償障害。 「障害」「触る」「触る」「差し障り」「差し障り」「キザ」

形成形成白白ねじろ。ねじろ。 蒸・無蒸発蒸発水蒸気水蒸気蒸す。 むれるむれるむらすむらすしんはりばり 方針方針指針指針針針 ばりまちばりじんにんにじんぎじんぎじんあいじんあい 安人、安人、二王、二王、本日の勉強はここまでです。興味がある方はおにぎりくんのホームページも見てくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。